皆さんこんにちは。新谷オートマタゲームディレクターの横尾太郎です。これまで1年間新谷オートマタを応援してくれてありがとうございました。この場を借りてファンの皆さんに感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。でその感謝の気持ちがスクリーンさんの宣伝さんから紙に書いてあるんで、それを読めって言われたんで今から読みます。このプロジェクトを始めた当時はこんなにもたくさんのご支持をいただけるのは想像もしませんでした。皆様からのお言葉や世界中からのたくさんのご声援、そして幸運にも賞もねたくさんいただいて、チーム一同本当に良かったなと思います。そしてなんと新谷オートマタは3月7日に北米発売から3月10日に欧州発売から1周年分か、もう1周年経ったんですね。そこで皆様とこの1周年を祝うべくですね、ファンイベントを始めると、ここの紙に書いてあるんで、スケリーのヨーロッパの人に行ってください。あとアメリカの人にも行ってください。ファンイベントなんかやるらしいです。ぜひ期待しててください。それではどうもありがとうございました。さようなら。